どうも、バトでーす。日曜日だもんで、バトの日記をやります。まあ、先週の出来事や、まあ、先々週の、13日と15日に発売した、タカラトミーの玩具についての続きを言います。ちょっとさ、バトの日記をやる前に、ちょっとお知らせがあります。僕のさ、インスタグラムも、開講しました。イエーイ。インスタグラム見たい人は、下に、説明欄にリンクを貼っていきました。まあ、説明欄も確認してください。では、バトの日記を行います。では、どうぞ！まあ、先々週は、僕さ、劇場版、月曜日は、劇場、海の日なんですけども、劇場版、ポケットモンスター、君に決めたを、見に行ってきました！イエーイ！ちょっとさ、ポケモンでさ、最初の、ポケモン、ちょっと何話かの、オマージュしていましたもんでね。まあ、それちょっとさ、僕も気になったもんでね、見たかったと思いました。まあ、もちろん1話は、最初の方、1話のオマージュは、最初の方だったけども、ね。まあね、ちょっとさ、鳳凰と、鍵を握るポケモンが、鳳凰でね、まあね、でも、最初にじゃあさ、鳳凰が出てきたところ、の名シーンだって、すっげえ名シーンだったよな。まあね、ちょっと、大人の僕も、大人、ポケモンを見とった大人も、すっごい納得するような、ポケモンの映画でした。まあ、ポケモン好きだった皆さん、まあこれ、ちょっとぜひ、これ見てください。これすっごい懐かしい気持ちになりますよ。僕のおすすめする映画でもあります。まあだけどパワーレンジャーまだ見てないけどね。そんじゃ、まずは、まあ、仕事のことは、まあ、順調にやっていてさ、まあね、うん。まずレビュー、出したレビュー動画が、まあ、ね、ようけ、出しましたね。うん。確か最初が、ちょっとさ、13日と15日の、ことについての、タカラトミーに発売した、おもちゃについてのことを語ってあったし、その次が、これ。ベイブレードバーストの、レジェンドスプリガンをレビューしました。ほんでね。まあこれ、驚異の両回転だもんでね。まあ、これすげえ、すごいなーと思いましたもんでね。うん、まあ、だけど両回転って言えば、メタルファイトで、なんか両回転の、ベイが登場したんだらしいんですけどね。まあ、ようわかんないけども。バク転は、まあ、両回転ベイはなかったな。スピンギアの、入れ替えで、右回転と左回転、いや、ライトのスピンギアと、レフトのスピンギアがあったもんでね。まあ、バク転シュートの時は、まあ、両回転の
ペイはありませんでした。そしてその次が、これ、サイクロンインターセプター。ドライブヘッドのね。まあこれほとんど全部新規造形の、ドライブヘッドだもんね。まあちょっとさ、これ、ソニックインターセプターに、とは全く別人だなと思いましたもんね。まあ、びっくりしましたよ。ちょっと、完全新規造形だもんでね。その次が、ね、これ、おっと。アイドル、プリパラアイドルウォッチ。もう、ね、一応ね、レビュー。まあ、最初は、2個さ、比較と、ちょっとさ、同じところが、を確認したいために、ちょっとレビュー2個最初レビューしました。ね。まあね、今後は、別々でレビューをしていきたいと思います。その次が、デュエマの、素敵完璧、上デッキボックスをやってきました。まあね、デュエマも、さ、面白いもんでね、うん。まあ、これね、ちょっと初心者にもおすすめしたいと思います。まあ、この先週出した動画は、これまでだと思います。まあ、ちょっとさ、先週でさ、ツイッターで、投稿してさ、投稿やっとったもんでね。投稿しました。もんで、ね、うん。それで、一番多かったのが、ね、レジェンドスプリガンが、一番多かったもんでね、最初に、レジェンドスプリガンをレビューしました。次が、サイクロンインターセプター。で、あと、ね、プリパラアイドルウォッチも、レビューしました。まあ、実はというとさ、レジェンドスプリガンの、動画を制作する、した後にさ、実は、プリパラアイドル、タイムウォッチ、プリパラアイドルウォッチを、アイドルウォッチだ。あ、間違えた。アイドルウォッチを、レビューしたもんでね、いや、レビュー動画を作っていたもんでね、最初の方。ねえねえ、うん。まあ、ちょっと、一番好きなやつをさ、先にレビューしたかったもんでね、プリパ、レジェンドスピリガンの後に、このプリパラ、アイドルウォッチの、両方のレビューをしました。まあ、本当の話なんですけどね。うん、まあ、でもサイクロンインターセプターを、まあ、先に出しましたもんでね。まあ、作ったのは、プリパラアイドルウォッチで、で、その次が、まあ、公開したの、先に公開したのが、サイクロンインターセプターをやりました。まあね、ちょっと、約束だもんな。まあ、そして、最下位だったのは上デッキボックスでしたね。まあね、こんな風にさ、ツイッターで活用しました。そうだな、13、先々週発売した、
った、タカラトミーの玩具で、13日と15日の、発売した玩具についてのことをちょっと続きで言います。まあね、ちょっと僕さ、いつも通り、発売しないと、僕はちょっともう、なかなか納得できないもんでね。まあ、ちょっといつも通りやらないと、さ、ちょっとさ、僕も、複雑な感じでもあったりさ、ね、普通じゃない変わったことをやると、僕はあんまやりたくないと思います。まあ、あとさ、あと、普通に、僕はね、ちょっと、普通なことしかあんまやらない男だもんでね、普通のことをしないとちょっとさ、気が済まんもんでね。まあね、ちょっと僕の事件だけども、13日、15日、発売しすぎ事件を言います。ちょっとさ、13日と15日のおもちゃ発売しすぎだぞ。これは。僕もさ、これはちょっと買うのをやめました。もんでね、まあ、そうなんだ。ちなみにさ、前あったオプティマスプライムなんですけども、あれは、今は、もう売りました。もんでね、今のところは、ありません。お宝一番館の割り込ま起点で、売ってさ、その結果が、3030円、かかりました。もうね、なぜオプティマスプライム買うかっていうと、ちょっとさ、もちろん、ゴールドベクターシールドが目的だけども、やっぱオプティマスプライム、さ、あんな豪華な、もんだったもん、少し豪華じゃないけども、少し値段が、大きかったもんだもんで、僕も、オプティマス買ってさ、これ高い値段だなと思ったもんで、それ買ってきまして、最後は、売りました。まあ、ちょっとさ、本来のトランスフォーマーだったら、29日発売だったけども、ちょっと15日発売になっとったもんで、僕は、トランスフォーマーのおもちゃは、今は買わんことにしています。まあ、ちなみにリカちゃんも本来ならば、先週の22日発売予定だったけども、ちょっと、13日だったもんで、ちょっと手を出すのもやめました。まあちょっとおもちゃ発売するのが、多すぎたもんでね、まあ僕はお金のことは気にしてません。ちょっと発売日が、ちょっとおかしいなと思ったもんでね、僕は、あくまで、でね、わざと買わんかった、そうです。まあね、ちょっとさ、発売日を、いつも通りにやらんと、僕は、買わない、買わないことにしています。まあでもさ、でもさ、今は買わないよ。今のところは買わないよ。ね。あくまで言うけども。次の
今後、いつか買う日もありますもんでね。まあ、ちょっとご安心ください。まあ、こういうことを言ってさ、高富の人々に、そういうこと言って、多分もう申し訳ないと思います。まあ、あとさ、スナックワールドと、ポケモンは、ちょっとわかっていうわけがあったもんで、ね、それを買いました。スナックワールドは、まあ、の、13日が、テレビの放映日と、あと、ゲームの発売日だったもんで、それに合わせて、で、発売したものもそうだったけども、でもゲームが8月10日に延期されました。あと、ポケモンについてなんだけども、まあ新商品で、まあ劇場版ポケットモンスター、君に決めたが、公開するもんで、それに合わせて、で、ポケモンの、タカトミーの、ポケモンのおもちゃが、発売したかと思います。それに合わせて、ね。うん。まあ、ちょっと訳があって、買いました。もんでね、うん。あと、ドライブヘッドの、赤いサポートビークルのやつなんですけども、まあ、ちょっとさ、4月の時に、ちょっと悪夢が出た、ごめん。4月の時にさ、15日、もともとはウォーカービークルが、15日発売だったもんでね、4月の時。それに、多分それに合わせての発売したんだなぁとも、僕は思いました。まあね、そう、僕の個人の、理由だと思うもんでね。まあ、それを、スナックワールドのおもちゃと、ドライブヘッドのサポートビークルや、赤いやつ、ポケモンの玩具は、買いました。あ、でもポケモンのおもちゃレビューするの初めてだな。うん。ね。あ、そうそう。唯一、22日発売のやつがあります。おっと、パスカルのやつが。それが、こちら。パスカル先生完璧プレートボリューム4。で、ね、これを4パック買ってきてさ、まあね、これ唯一の22日発売でね、うん、完璧フィールダーも、もう発売しとったんだけども、トイザラスで、なかったもんでね、ちょっとさ、困ったなぁと思いました。あと、3パック買うと、イニシエの王、パスカルが、もらえました。これは嬉しいなぁと思いましたもんでね、うん。あ、そうだ。あとさ、これ、ちなみにさ、パスカル先生のおもちゃ、なんですけども、僕、これは、おすすめする、やつだ、おもちゃだと思います。なぜかというと、レオンチャンネルが、唯一、していないもんで、僕は、パスカル先生の、完璧プレートや、完璧スキャナーとかのおもちゃは、おすすめします。まあ、男の子向けの玩具で言うとね。女の子向けはあんまレオンチャンネル、レビューし、動画出さないもんで、まあ、女の子向けのおすすめは、あんまないと思います。まあ、いわゆるあくまで、女の子向けの、
女の子向けで、おすすめするのは、まあ、プリパラでしょう。まあね、ちょっとさ、レオンチャンネルがしないやつは、僕はおすすめします。というわけで、今日のバターの日記はいかがだったでしょうか。まあ、ちょっとさ、まあ、先週の出来事と、まあ、13日と15日に発売したやつ、ほとんど買わんかったやつのことを言いました。まあ、本来ならばさ、夏にやる、夏のおもちゃ買い、おもちゃを買うお祭りをしたかったんですけども、ちょっとね、15日、13日発売と15日発売が結構多かったもそうだしさ、ちょっと発売するのが間違っとるやつが多かったもんでね、まあね、夏のは、中止しました。まあ、春に買うやつ、春に、そういうことあったけども、今回、いい夏は、まあ、あろうと思ったんだけども、ちょっとさ、発売する日にちが間違っとるやつもあったり、でさ、ちょっと13日を15日集中しすぎとったもんでね、ね、今週やって、今回は、まあ、もうありません。でし、もう中止になりました。ね、うん。まあね、この前、4月の時は、こんな容器買ってきたけども、ね、7月は、まあ、あんま買わんかったなと思います。まあ、ちょっとさ、ちょっと発売日とかさ、普通通りにしたいな、と僕は思ったもんでね、うん。もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには、まあ、ちょっとわかるな。ちょっとはいつも通り発売しろと思っとるわ、とかでもいいので、ぜひ書いてください。まあ僕もさ、さあ、結構おもちゃは大好きだけども、もう、あそこで日に集中しすぎたり、あと、普通に発売しなかったもんでね、まあ僕はね、普通の方がいいと思います。普通じゃなければ、まあもう買わないなと思います。ちょっと風邪悪くて申し訳ないけどもね。以上で、7月23日のバドの日記を終わります。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バドでした。バイバーイ。バイバイねー。